サー・アイザック・ビビアン・アレクサンダー・リチャーズは、アンティグラバー・ブーダのセント・ジョンズ出身のクリケット選手。元クリケット西インド諸島代表。セカンドネームのビビアンや、その短縮系のビブという名前でも知られている。クリケットの長い歴史のおいても、屈指の選手。パワフルで攻撃的なスタイルの右打者としてだけでなく、優れた野手や巧みなオフスピンボーラー。 2000年に100人の専門家による委員会によって20世紀を代表する5人のクリケット選手として、ドナルド・ブラッドマン、ガー・フィールド・ソバーズ、ジャック・ホップス、シェーン・ウォーンと共に選ばれている。2002年2月には、クリケットのバイブルとして知られるウィズデン・クリケッターズ、アルマナックによって、ワンデイ・インターナショナルの歴代で最高のバッツマンに選ばれており、同年の2月には、 ワンデイインターナショナルだけでなくテストクリケットにおいても3番目に偉大なバッツマンに選ばれた。2013年にはウィズデンクリケッターズアルマナックによって150年間の歴代ワールドイレブンに選出された。息子のマリーリチャーズもクリケット選手。またサッカーアンティグア・バーブーダ代表として1974年の FIFA フフワールドカップの予選に出場した経験もある。 ありがとうございます。